ビタリー・ミナコフは、ロシアの男性総合格闘家、ブリャンスク州ブリャンスク出身、イーグルス MMA 所属、柔道黒ビ、モトベラトア世界ヘビー級王者。政治にも関心があり、ブリャンスク州会員の副会長を務めている。柔道で、ジュニアナショナル王者となり、サンボでは、ロシア選手権と、世界選手権を4連覇した。2010年に総合格闘技デビュー。 2012年11月2日、ベラトア初参戦となった、ベラトワ79で、ウラジミールスタセンコフと対戦し、パンチラッシュで TKO 勝ちを収めた。2013年6月19日、ベラトワ96のヘビー級、トーナメント1回戦で、ロンスパークスと対戦し、パウンドで小勝ち。7月31日、ベラトワ97の決勝で、ライアン・マルチネスと対戦し、 マウントパンチで TKO 価値を収め優勝を果たした。2013年11月15日、ベラトア108の世界ヘビー級タイトルマッチでアレキサンダー・ボルコフと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2013年11月21日、世界王座獲得を記念して、ブリャンスク州知事のニコライデニンからメダルを授与された。 2014年4月4日、ベラトア115の世界ヘビー級タイトルマッチで、チークコンゴと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2014年9月14日、ブリャンスク州会議員選挙に出馬し、初当選した。2016年5月14日、防衛戦を行う意思がないことから、ベラトア世界ヘビー級王座を剥奪された。 ありがとうございます。